単純にタワーの内部といってもかなりの広さがあるからな。手分けをして探すか。これってどうした、ルリア。力の気配がするんです。それもとっても強い。じゃあそこに青少獣、デウス・エクス・マキナかパーカー社が。どっちも違う。あとこれ青少獣じゃない。青少獣じゃない。これはおそらく魔性の気配です。気配、動いてる。動くということはリアクターではなく魔性を使った何者かが。大変です。すごいスピードでこっちに近づいてきます。何、貴様はここでタワーの防衛を。待ってください。何か様子が変です。様子が変って、いやあいつはもともとだいぶ変わったやつだったろ。それにしても何かが。それってユグドラシル・マリスか。どうやらあの女はついに部下を兵器としか見なくなったようだな。魔性で過剰に力を注いでいるっていうの。でもそれじゃ。はい、だからすごく苦しそうで今にも壊れそうになってます。おいおい、嘘だろ。何をどう考えたら自分の部下にこんなことしようと思うんだよ。わからない。だが今は何より奴を止めることが先決だ。このままでは私たちも暴走に巻き込まれかねないからな。一気に畳みかけるぞ。セリフ隙を生み出します。落ち着いて。お姉様に任せときな。
イブニャニャニャ。ちょっと会いたかったらごめんなさい。そこまでです。これおしまい。この加護にて闇打ち払わ、アレキサンダル・ブラスト。一瞬で行かせてあげる。デンスキャリー。これで終わりにします。攻撃嵐のごとく。アクロー乱撃。こいつらこれで終わりだな。守りたかったのに。行動する前の準備運動といくかの。やだ。今日はお休みです。まだまだこれからです。我が剣の極地を知り。敵の裏をかくにはこうするんじゃ。これぞ変幻自在じゃ。万に及ぶ打ち合いを人たちで結ぶが由来よ。もう完結一戦じゃ。もっと気が付けたわい。ごめんなさい。見たことですか。カブです。脈はありますし、特別大きな外傷も見られません。ひとまず最悪の事態は避けられたようだな。しかしこれを見る限り、西将さんはいよいよなりふり構ってらんない感じだな。この人はずっと私たちの敵だったけど、でもそれでもさすがにちょっとかわいそう。あの西将さんは非常さに磨きがかかってきたみたいね。自分の国の住人100万人を犠牲にしようってんだ。情けっつうもんは期待できそうにねえな。行きましょう。このままじゃこれよりもっとひどいことが起きるかもしれない。それだけは絶対に止めるんです。私たちの手で。